マジェスティバイロは日本の競争場。主な勝ち倉は2011年中山大障害東京ハイジャンプ東京ジャンプステークス2012年中山グランドジャンプ。場名は異言尊厳冠理名。デビュー時は離島藤原秀明旧社所属だった。2009年8月9日の札幌デビュー。12月20日の阪神の2歳未勝利戦で3戦目で。 初勝利を飾った。これが平地での唯一の勝利となった。2010年に入り、7戦して最高でも2着1回と、未勝利のまま、その年の秋に、美穂田中強旧9社に、天運まやとなる。しかしその後も、平地競争での勝利はなく、年末の小倉のレースを最後に平地に見切りをつける。2011年4月2日の阪神の障害、未勝利戦から、 障害競争に転向。その後一戦挟んで、五月七日の東京の障害、未勝利戦で障害入り三戦目で、初勝利となる。すぐに、重賞の東京ジャンプステークスに出走。八番人気だったが、二着に四馬審査の圧勝で、重賞初制覇となった。田中町教師にとっても初の重賞制覇となった。その後新潟の障害オープン戦を一番人気で二着。 三着に赤敗。再び東京の東京杯ジャンプで重賞2勝目を飾った。中山大障害の前哨戦となった12月のイルミネーションジャンプステークスをリアマジェスティの二着に赤敗する。そして本番の中山大障害は一番人気に押される。レースは中段でレースをし、最後の直線で先に抜け出して逃げ切りを図るリアマジェスティをゴール前で差し切り。 JGI 初制覇となった。田中調教師と安城の山本康氏は JGI 初勝利、田中調教師は騎手としても4度中山大障害を制しており、史上7人目の騎手、調教師でのダブル制覇となった。2012年初戦のペガサスジャンプステークスでは、中段やや後方よりでレースを進めると直線で、最後の障害を飛び越してから一気に先頭に立ち、2着以下に小場審査を、 つけて圧勝した。そして中山グランドジャンプは、最後、バーゼルリバーとの一騎打ちになったが、バーゼルリバーに八馬身の大差をつけての圧勝。JGI に連勝となった。休み明けとなった、東京ハイジャンプは5レース連続で一番人気になるも、後方のままいいところなく急着に敗れた。12月のイルミネーションジャンプステークスは見事に一番人気に、応えて勝利したものの、 連覇を狙った中山大障害は最後を追い上げるも三着に敗れた。年明けの2013年、連覇がかかっていた中山グランドジャンプには出走せず、11月30日のイルミネーションジャンプステークスで復帰。しかし同レースの最終障害で転倒し、落馬競争中止。右前浅くっけん断裂と診断され、予後不良となり、安楽死処分となった。ありがとうございます。